はい、どうもこんにちは、ナッチでございます。今回は、マキナ染めでデウスエックスマキナ行ってみたいと思います。フレンドはこれあれですかね、あれにするべきですか。フレンドデウスエックスマキナにしてみます。勝てればいいんですけど、正直怪しい。まあこっちは皆さんご存知、アナザークルセイダー落ち込んしなくなるが強い多色です。はい、マシンの強い多色です。で、こちら闇属性が 2.5 倍、マシンの全パラメータほんの少し上昇ということで、ラグドラ以外に倍率がかからないってことでいいですかね。頑張りましょう。頑張りようがない気もしますが頑張ります。一回突破できない、ありえるよ、ありえるよね。これどうしよう、バーリス出ないし、ラグドラリーダーの方が良かったりもすんのかな。スリープモード、いやー待って待って待って、ここ突破できない説非常にある。あ、割と威力低いな。いやそうでもないわ、ショックパルスが低いだけでした。色があるんで一回殴ってみますが、まあ貫通するほどの火力は絶対出ないでしょうね。なのでここはちみちみ殴っていくしかないということらしいです。ほらリーダー来たでしょ、ピュリファイするよ。待て待て待て、ピュリファイじゃなくてジンをつけてこないと、いつも忘れちゃうんだよね。つけてもね、その継承したアナザークルセイダー持ってくるの忘れたりするんで、これ負けたね。ちょっと待ってくれ、お前らいつ溜まるんだよ、スキブ少なすぎるだろこのパーティー。アシストしよう。ここが想像以上に渋いです。もはや突破方法はちみちみ殴るしかないので、スリープモード一生しててほしいな。正直全体入ったか、そうかそうか、これスリープモードだな、ポイントはな。どうせこの辺のスキルなんてたまんないんだし、スリープモードさせておかないと、これは後々めんどくさくなってくるやつですね。オッケー、やっと突破できるってか、もうね、ここの突破に2分ぐらいかかるんですよ。これやってらんねえよな。2階です。怖っ、めっちゃ怖いじゃん。ちょっと待ってよ、ドラゴンキラーがあるんだから、火をウェイにして闇もウェイにして、彼のドラゴンキラーは生かしていけ。これで倒せなかったらもうこのパーティーに未来はない、正直。あ、意外といけるかもしれんな。やっぱ問題はボスですよね。ちょい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 、何削ってくれとんの。そういうことやっちゃあかんて。まあでもこういう敵が出てきてもマキナで水に変えてこう楽に突破できるようにしたりとかね、そういう作戦があるんですけど、欠損してる上に回復もないんでフォース、あいつもいるじゃん。だって名前が出てこないけどさ、シェロスパーダ、あいつもいるからさ、正直勝てない確率の方が高いと思います、今僕の頭の中ではね。あの先、あのゴーレムあたりからどう進めばいいのかなっていう、今そういう感じ。どうしようかな状態、本当に。だってマキナが溜まったところでなんだもん。
マキナに何か継承させてくるとかそういうレベルに多分なると思うんですよね、後々はね。まだしないけど、きっとそのうちそれがやむを得なくなってくる。これ絶対強いでしょう。もう絶対強いでしょ、これ。ダークネスモード。闇になって、マシンのエンハンス、ナイス。欠損しとるやないか。いや、でもこいつはね、マジで危ない。さっさと倒さないと。カノープスならまだしも、ハーダルさんにいいイメージないんで、僕。あ、そっかそっか、マキナがいるからこんな指長いんや。あれ倍率、あ、光が消えてんのか、あの野郎。そういうこと、闇闇になっちゃうんだ。うわー、それはやらかしたな。闇闇になるのは知らんかった。種属性だけぐらいかと思ってました。何それ、マキナ使ったら欠損するってどういうこと。最悪やん、こいつ何なの。じゃあエンハンスもいったんだし、マキナに継承だな。とりあえず、デウスエクスマキナに継承。これは多分必須。現状することがないんで、この子。トライフェイスでも継承させましょうか。いや、本当にボス戦火力必要なんだよ。てか、こいつ強くねえな、あんまり。ボス戦でどう火力を出すか、5ターン耐久してとかそういうレベルになってくるよね。スサノオとかつけて。こいつが強くねえんだよ、なんか。なんで光ある。一回殴ってみたいと思います。木もいい感じにあるんで、火をこうしてこうして、闇もウェイにして、光は絶対組もうね。オッケー。まあこれで、なんだっけ、リミッター解除だっけ。まあそれしてもらっても構わないんで、倒せるんだ。意外と火力は出てるんだな。よう弾いたな。よう弾いたな、今の。また欠損してるんで、回復と火ぐらい消して。そうだね、ゴーレムもあんまり待ってくれないよね。じゃあ、あ、ウェイになってない。5個になってたけど、これヨットゥンってのまた色が悪いな。結構減るな、しかも。意外とね、何なんだろう、このパーティーは。意外と火力が出てる。難しい、非常に。火力低いのか、ようわからん。しかもなんか耐久性も地味にあるっていうね。5ターン耐えたらこれワンチャンあるんじゃねえかってね、ちょっと見えてきましたね。ただ、ここだよ、ここ。こいつはどうしようもないと思うんで、こいつはとりあえず、全力で殴ってちょうどいいぐらいじゃないかな。これで、なんだっけ、バックドラフトだっけ、あそこまで行ったら逆にこのパーティーに未来はある。これで半分ぐらいでいいんだよ。あら、これ逆にワンチャンあるね。いいよ、まあそんなもん受けてもね、こっちマキナたくさんいるんでなんとかなるっしょ。よし、じゃああとは耐久してだな。いや、でもどうでしょう。最後マキナ使うとして、とりあえず半分ぐらいまでは削っておきたいよね。縦張ってる間にちょっとダメージを与えておきたいっていうのはあります。ただ回復もやっぱり取っとかないといけないから、エレメンタルターン、ああ5ターン耐久は可能ですね、間違いなく。あとはどれだけ削れるかってとこにかかってるかと思います。ウェイはやっちゃったかな。大丈夫だよね、そんな火力出ないよね。盾張ってるし、火属性だし、
実質4分の1。オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケーオッケー。あ、これいけるかもしれんぞ。ワンチャン？まさかの。色変えまくりですね。相手も変わるし、こっちも変えれるし。オッケー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 。で、これでリーダーチェーンが一回入ります。ただ体力はそんなに減りませんでした。色がないんで、一旦これで様子見。次もう一発殴って、で、その次マキナ使って倒しましょう。うわー、自分から水になったよ、この人。自分から水になるのは本当に怖いな。落ち込んこないリーダースキルでよかったね。ウェイにしちゃったね。大丈夫かな。嫌な予感する。あ、オッケー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 。ちょうど半分ぐらい。いけるんじゃないか。色あるけど、ちょっと待って。4-3欲しいから。とりあえず、エンハはしちゃダメ。フォース。4しかない。オールドロップチャージ。4しかない。いけと。これでいけと。頑張りましょう。闇もウェイにしたい。光と水を上に置くか。操作短縮残ってるんで、あんまり欲張ってはいけません。そうだ、操作短縮とかあったわ。オッケー。これで倒せたらもうハッピーエンドです。ハッピーエンドです。いけたー。意外といけたぞ、このパーティー。やった。いや、無理だと思ってた。あの、組んだ時点ではね。あのギアの時点でもうやべえな、これと思ってたけど、意外といけたね。いやー、アナザークルセイダーくん、ありがとうございます。こいつはほんと強い。もうアナザー狙うならみんなこれ狙った方がいいよ。こいつマルチブーストもあって火力も高いし、その、月曜ダンジョンとかの継承でも使えますし、ほんとこいつは優秀です。ということで、まあ、ほとんどね、アナザークルセイダーとラグドラもマキナに関してはね、覚醒でしかなかったみたいな気もしましたが、まあ、相手がね、自ら水になってしまったということで、マキナ染めでの、デウスエクスマキナ降臨でございました。まあ、これでマシンチャレンジは無事終了ですね。無事ではなかったけど、いやー、もうやりたくない。ということで、また何かチャレンジ来たらやっていきたいと思います。以上、ナッチでございました。バイバイ。